どうも、ニコモンです。ニコモンカップ、始まりました。先日のボリューム0は、MC シシガミさんに解説を頼んだところ、さすがプロの技、非常に聞き取りやすく、わかりやすい説明をしていただきました。が、現在予算の都合もございまして、ボリューム1が始まって以来、MC の予算が取れないため、自分でやることにしました。ご覧のようにシシガミさんのパクリで、シシガミさんはアメリカンでしたが、ジャパンです。ジャパンといえば忍者。そして、ししがみさんといえば C なので、まあ、忍者、猫ということで、2位といったところで、MC をさせていただきます。猫モンカップ。改めて趣旨を説明しますと、給付金10万円もらったというつもりになって、この全額、ダンサーのために投資しようと思いました。現在、緊急事態宣言も一部解除されて、日常が少しずつ戻るのではと思いますが、まだまだダンスイベント、オンラインで実施する以外、難しいのではないでしょうか。5月22日より、5月31日まで、ネコモンカップボリューム2を行っております。ボリューム1はすでに締め切りを終え、現在、ジャッジの集計中でございます。ネコモンカップのエントリー方法は、こちらの下にあります説明欄、もしくは、Twitter のネコモンカップアカウントから、エントリーやルール詳細のページリンクを辿っていただいて、そちらの方で詳しく見ていただければと思います。基本的には、課題曲を選び、自分のダンスを撮影、誰かに撮影してもらっても構いません。そして撮影した動画のデータを編集しても構いません。そして出来上がったダンスの動画をギガファイルにアップロードして、そしてエントリーフォームでエントリーしてください。使用曲はダンサーの作ったダンサー音源です。ただ今回数がそれほど揃わなかったのと、ネコモンがダンサーで音を作っている方をそれほど知らないというのもあり、YouTube Audio Library というフリー音源を使ってもいいというルールにしております。YouTube Audio Library については、無料で使える、YouTube で自由に使える、著作権を気にしなくて済むというものです。部門は2部門ありまして、ストリート部門とトップ部門ですね。先ほどのダンサー音源と YouTube Audio Library はストリートで、そして A トップは、ダンサーがアニソンラップをしたという曲が6曲ございまして、そちらの方を使っていただくということになります。これらすべてルール詳細ページにリンクが貼ってありますので、そちらの方で実際にご確認ご視聴ください。ルールはソロのコンテストです。スタイルはすべて自由です。動画は1分以上、撮影場所ですが、緊急事態宣言の解除も行われたので、ある程度自由に行っても構わないのですが、やはり完全にコロナが解消されたというわけではないので、人が集まるところは避ける。特にダンサーが集まって練習している場でやるというのは避けてください。また、YouTube を使うということもあるので、YouTube の規約違反になりそうな内容というのはちょっと NG となりますので、お気をつけください。賞金ですが、2部門両方優勝して、かつエントリー数が最大パターンですと、なんと1万3000円です。しかしエントリーが少ないと賞金はそれほど多くないように、またアフターパーティーとして、ボリューム3が終わった後、多数がおそらく予算の中から余るので、それを賞金として、まあ、大体これも3000から5000円の間で賞金として用意して、ダンサーによるダンサーのダンス映像コンテストを開きます。なぜダンサーの動画コンテスト、映像コンテストをやるのかと言いますと、おそらく今ダンサーがコロナでイベントとかレッスンとかない中で、新しく身につけるスキル、ダンスのスキル以外で何かの勉強をするというと、今動画を勉強する方がおそらく多いと思います。で、身につけたスキル、もちろん SNS などで発表するのは簡単ですし、友達とかによく見てもらえてすごいと言われることも絶対多いと思うんですが、まあ、友達以外のところで見せてみて、どれぐらい高評価がつくのかっていう、ちょっとした場での勝負というのも面白いんじゃないかと思います。また一般の映像コンテストっていうのは非常に敷居が高いので、気軽にちょっと覚えたから映像コンテスト応募しようっていうようなもので済まないので、ちょっと勉強したので、やってみたい、試してみたいっていう映像コンテスト、気軽に参加したい、そういった場が一つあればいいかなと思って、ちょっと腕試しができるといった場が作れたらいいかなと思って開催しました。あえて自分でエントリーしてみようかなとも思っております。こちらもルールはルール詳細ページに書いております。基本的にはダンスが、自分自身のダンスを必ず入れること。それ以外は基本自由に近い形で行います。まあ、映像コンテストの優勝判定どうするかっていうのは、まあ、もう基本的には高評価の数、動画についた高評価の数で決めようと思ってます。